はい、お久しぶりでございます、僕のチャンネルに登録していただいている皆さん、ありがとうございます、長い間更新をサボりまして申し訳ありませんでした、今日から僕は整体師 YouTuber に転職をして、更新をしっかりやっていきますのでよろしくお願いします。はい、それでは復活第1弾、美人モデルのマリナさんに来ていただきました。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。初めまして。初めまして。整体とかはしたことありますか？何回かあります。何回もあるんですね。もっとくていい。下手くそだったらどうしよう。それは大丈夫です。本当に本当に本当にいい人だね。よく言われます。可愛いね。ありがとうございます。よく言われます。これもやっぱり可愛いね。ありがとうございます。真面目にやろう。今日は、復活第一弾、マリナさんに足つぼ&美容整体をとことんやっていきます。どっか疲れているところとかはありますか？肩が凝ります。肩ね。頭痛とかはもあります。たまにあるんだね。はい、了解です。その辺をしっかり追っかけていきたいと思いますのでよろしくお願いします。頑張るぞ。いいですよ。はい、はい、なくちゃってください。足つぼもやったことはある？あります。最近はいつやりましたか？最近2ヶ月ぐらいやってないです。あ、それでも2ヶ月前にやった。はい。力抜いて、抜いて、ダラッとして。僕の腕上からグッと握って両方でギュッ。冷た冷たい人、本当に冷たいな。冷え性なく末端が冷えるんです。うん、これなんとかしたい。で、最初に触ったよ時に言ったように靴下、遠赤の靴下、ヒートテック系の素材のやつ、あと薬局に売ってる足の温まる不思議な靴下とか10足買って、はい、全部それにして。わかりました。で、寝るとき履いて、はい、途中で脱げちゃって構わないから、なんか睡眠も良くない感じだね。あ、寝れないです。だよなぁ。これ失眠っていうツボね。あ、そうなんで、よく いるねっていう感じなんだよな。これ粘骨というツボ、腎臓から膀胱へかけて。あ、よくなります。ちょっと リンパの代謝もあれだし、腎臓系膀胱系もという感じだな。弱いですね。あ、で足の裏に貼るカイロ、はい、10足買って、あの1箱買って毎日入ります、うん、そうすると変わってくるから、そうすると代謝が上がるので、まあ100キロぐらい痩せるよ。最近太ったんで。もう一つ言うと、靴手袋して寝てもいいぐらい。あの、シルクの手袋とかってあるじゃん、手が綺麗になりますって。そういうのだとしようかなっていう気になるじゃん。それして靴下履いて、そうすると110キロぐらいやる。
そうだね、やっぱりちょっと頭痛もしてるかなって感じがするよね。よくありますね、うん、ゴリゴリ言ってるでしょここが頭なのね。頭で目で耳で首から上の神経ですよっていうふうに表すんですけど、このゴリゴリいますねというか。え、そうは言っても睡眠ってどのくらい取ってる設定なの？でも最近は5時間ぐらい寝てます。 5?なんでそんな短いの？5でも長くなりました。そんなにか。寝ようと思ってすぐ寝れなくて、うん、眠りも浅いんで。うん、昔から？学生の時は？学生の時はすごいよく寝てたんですけど、働き始めてからちょっと、まあ、うん、みんなそうやって言うんだけどね。肩から背中腰で、ここはちょっと違って、膀胱尿道系とリンパね、はい、うん、靴下履いてまあ、あのモコモコした靴下はモコモコしてるだけなんだよ、うん、そうですね。で、温まってこないんだよなのでそういう温まる系のやつを履いて、でさらにモコモコしてねって。これもよく言うんだけど、はい、あ、ここは喉。あ、喉もちょっとダメかもしれない、まあ、空気が乾燥してきてるので気をつけてね。はい、これは肩、肩甲骨のとこ凝ります。いや、使ってるか、うん、お風呂は使ってないわけじゃないもんな。お風呂、お風呂すごいよく入ります。うん、そうなんだよ。なのに入浴剤ちょっと濃いめにして、はい、で、使ってあげる。腰も昔から悪いです、うん、肩の方が凝って気になってる感じだけど、腰も結構多分やるといるだろうなという感じが足にうちょちょ出ています昔よく整体通ってたんですけど、腰のために、はあ、ちょっとやめちゃって。そんなに痛かったの？小学生の頃とかが一番痛くて。ちょっと手挙げて。だんだんこの人戻ってくるんだよな、ね、うん、側腕みたいなこと言われたことない？ないです。普通小学生の時に腰が痛いってことはないんだよそれはあなたが悪いんじゃなくて、もともとちょっと歪んでんだよ、うん、まあ人間ってそんなに完璧じゃないんで、結構歪んでる人は歪んでる。まあ僕の体よりは歪んでないわまあ歪んでる。側腕の軽いやつだな。側腕症とかってまあ後でググって。わかりました。ひどいと小学校のそれこそ検診とか そういう時に、うん、ああちょっと曲がってますねっていうふうに言われるんだけど、そこまでではないです。そうそこまではないんだけど、明らかに歪んでるんだけど、だん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 もう均等になってくんだよね、この人。気にしてんのか？してないんですけど、直しても戻りも早いらしい。まあね、
まあ分かりやすく言うと、あのあれだ、道の駅で売ってるキュウリ。キュウリ、あのアピタとかユニで売れないやつ。あ、味に変わり場ありませんよってやつ。痛い、うん、大丈夫ね、痛みに強い、うん、本当よく言われるんですけど痛みに強いんですよ、うん、ここは純粋にアキレス腱だけど、はい、と腸の最後の部分、下痢とか便秘とか、あ、ありますね。便秘なの。っていうかそんな感じが出ている。なんかあんまり全身健康じゃないみたいです。健康じゃないのか。痛くない？ちょっとって感じです。別にそんなものすごい痛いわけじゃないです。ここにゴリッといるんだよな。これ膝なんだけど、まあ、別に膝が悪いわけじゃないんで、ここそんなの出るとこじゃないけどいるんだよな。でも前結構膝使ってたんで仕事。何やってたの？幼稚園の先生です。はあ、でこんなにやさぐれちゃったの？いや、そういうのではないんですけど。疲れ切っちゃったの。白球でハードワークすぎて、いじめも多すぎて。うちいじめはなかったんです。みんなそうやって言うけど、いじめてた方。違います、私本当に職場の環境は良かったんです。うん、冷たいです。わかるよね。お風呂出てもすぐこれになります。今日から言う、もう今日はカイロ貼って寝て。はい。でこれカイロ貼って1週間もしないぐらいで変わってくるから、温まり良くなってくるから。はい。本当120キロぐらい痩せるよ。それだけですか？はいはい。ほぼさん何年ぐらいだったの？1年半ぐらいです。でもつい最近です、辞めたの。いや、旅行行くか。そうですね。沖縄行くか。あー、いい、ちょっと一回行ってみたい。あったかいし。じゃあハワイ行くか。海外も好きじゃない。あ、そう。じゃあゲロ行くか。あ、ゲロはよく行くんで。よく行くの？温泉好き。いや、じゃなくて、あの祖母の家がそこにあるので。あ、そういうことね。なんか旅行で行こうかなっていう気にはならなくて。ああ。もともとどこの人なの？もともと秘密は、うん、あの一宮の。一宮。愛の町一宮ね。あ、そう。ああ。そうですね。どういう意味？聞いたことなかったなと思って。知らない？あんまり聞かないですね。愛の町一宮、まあ、どういう意味かわかる？どうぞどうぞ、君の口から言ってほしい。え、だってあれですよね、愛だからですよね。え、違う。は？え、なんで愛の町一宮？ラブホがいっぱいあるじゃん。あ、そういう。あれ多分日本一多いぐらいなんだよ。あ、そうなんですか。うん。へえ。で、そう、愛の町一宮でラブホがいっぱいあるねっていうのは、これは俺が言ったんじゃなくて、なんかのあの芸人が言ったんだよ。あ、そう、あ、なるほど。うん、だけどそれを指して言ったんだよ。
確かにありますね、いっぱい。いっぱいある、そう。行ったことある？ないです。地元だからね。頑張ろう。でもいっぱいあるでしょ。あ、でも別にその住んでるところとかはあそこから離れてるんで。ああ、うん、そうだ。インターの辺に多いだけなんだよね。あ、そうですそうです。あのインターと国道沿いにかけてるな。やってね。今日から。はい。足の裏に貼るカイロ屋さんから僕は1円ももらってないけど、貼って。はい。パキパキならない？どこがですか？うん。あ、たまになります。たまにか。はい。うん、気にしてないだけかもしれない。痛さが違うの分かる？右の方、こっちの方が痛い、うん、ここは股関節を刺すんだけど、あ、うん、それが気になるんだよね。何もしてないんですけど、歪み、性格が歪んでるのか。割とツンデレだね。慣れてくると職業病柄ニコニコできるようになるのか。人見知りなんですよ。でも保育園の先生だったんだよね。天使幼稚園、日本中にある。あ、そうなんですか。うん、へえ。まあ小ネタでへえって真剣に悩むと言われると、天使幼稚園ってどこにでもあるじゃん。ごめんなさい、頑張ります。仕事は喋れるんですよ。ああ、なんか仕事、子供は大丈夫じゃないですか。赤ちゃんプレイなら OK ってこと？いや、そういうことじゃなくて。ごめんなさい。で、仕事だと思って。そうですね、なんか今日どうしようかなと思います。最初。怪しいし、まあでもアットコスメだから大丈夫だよ。知り合いいると思ったから。ああ、そうか、そうだよね。いきなり胃腸風邪だよ。そんなことあると。かわいそう。出てくれる人探して。はい。ああ、 YouTube ですか。うん、100人ぐらい結構いりますね。友達100人できるかなってやるでしょ。私友達少ないんですよ。やってるの。引きこもり。いや、狭く深くタイプなんで。ほう。友達は広げない。結構喋れるな。ピアノできる？できます、ちょっとだけ。そんなでも得意じゃないです。うん。筋肉体操は？それ小ネタ挟む、違うか。筋肉体操、あー、なんかありますね。体操流行りっていうか、あれですよね、あの、あれ、紅白でもやったってあれ。あー、私見てないんですけど、うん、ありますね。私はやらないです。それはまだ流行ってなかったのか。あんまり流行ってなかったです、うちは。うん、流行ってたの何？まるまるもりもり。お尻探偵。え？お尻探偵、なんかそういうお尻の探偵のアニメが流行ってて。はあ。みんなそれ見てました。手が止まってまった。へえ。うん。仕事してた時は腰は痛くなかったの？痛くなかったです。もうなんか腰が痛いとか考えてる時間。お疲れ様です。で、私はなんで顔出し OK なの？なんか野望がある？ないです、ないけど別にダメっていう理由もない。なんとか、
インスタやってる？インスタやってますけど、鍵つけてます。なのに OK？ 別にもう消せないよ。そんな困ることないから。そういう関係で困ったことは一度もないんだよね。モデルやってるよっていう子が事務所変わるから消してよとかっていう話はあって、ビッグになっても消さないからね大丈夫、私全然、私すっごいもうなんか、私の野望は、結婚したいです早く。ペアーズやってありますよね、そういうの。ホワイトキーって、ホワイトキーって、何ですかそれ。固まったから抜いて、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 戻すんだよな。やっぱり歪んでんだよな。歪んでると思います。性格が確かに性格は割になんか人見知りな割には何でも OK だね大丈夫です。難しい格好でいいよね社交的な人見知り。あ、それはたまに言われます。言われるんかい。最後に気になったな。これもあるか。トイレは1日最低6回。多いですね。6回から8回ですよ。行ってないでしょ最初に普通分かるんだけど、最後に分かった。あのトイレの回数が足りない、6回から8回ですよって、これ僕が言うんじゃなくてお医者さんが言います。水分しっかりとって、この時期あなたすぐ冷えるから、そんな冷たいのじゃない、まあまあ冷たいものはそんな飲まないだろうからあれだけど、しっかりとってしっかり出す。で6回行く、人がいたらついてく、ツレション行けば出るから。わかりました。これ本当にちょっと足んないよ。でそれが腎臓膀胱系負担をかけている部分もあると思う。すごくて1日3回ぐらいです。おいおいダメ、行くとあの200キロぐらい痩せるよ。行きます。もちょっと緩いな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。では本番です。はい、うつ伏せって大丈夫ですか？大丈夫です。苦手とかってことはないですか？ないです。
ツイッターも鍵ついてんの？ついてます。出してこ、出してこ。いや、ちょっと。ちょっと何？ちょっと嫌です。だけどいいんだ。あ、そこは別に大丈夫です。ツボがわからん。不思議な人だ。肩詰まってるね。なんか凝りやすい、ね、うん。これしにくいでしょ、はい、こっちの方がしやすいでしょ、はい、いつも歪んでいますねということなんですね。こんだけこっち歪んでんだよ。でそれがかばってここへ来てるんだ。あ、強くない？大丈夫です。強すぎたり弱すぎたり言ってない、はい、強すぎはダメなので痛気持ちいいぐらいまでね。はい、痛いなっていうのは強すぎて筋肉負けちゃうだけですから。わかりました。強くないね。大丈夫です。弱いか？弱くもないです、うんうん。
これが頭痛の元。あ、痛いですね。ここから中へ入っていく感じなんだよね。あー、あにゃ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 。そうでもないかね。右と左で凝り方が随分違うんだよね。なんか右が いつもよく凝ります、うん、だけど左も板でしょ。はい、右はこのゴリゴリする感じ。右は純粋に凝ってる感じね。右が痛すぎて左はマシに、うん、
冷た。お姉さま。やっぱ心が冷たいんだね。うん、それはそうかもしれないです。やっぱりそうなんだ。全然眠くならないな。普通うとうとしてくんだけどな。なんでだ。なんでですか。なんでこんなになっちゃったの。わかんないです。それは。やさぐれてしまったの。いや、やさぐれ。何せ、まあ、さっきから言うけど、右と左の凝り方が違うんだよね。そうですね。これがさっき言ってた腎臓の場所ね。あー、痛いですね。で、こっちは純粋に腰。うん、腰も。要は両方いますよ。いわゆる腎臓から腰痛も来てますよっていう部分も若干ある。あー。まあ、腎臓から腰痛って言って本当に悪くてなんとかって言うわけじゃないから、うん、腎臓から来てるよって言って医学的にはちょっと怒られちゃうんで。
ベルト、はい、コルセット、あ、腰がぎっくり腰を起こしてるみたいなノリじゃないんで、あの板が入ってるみたいなギョギョしいのじゃなくていいから、はい、腰痛ベルトみたいなのあるじゃんね、はい、あのくらいでいいんで、ちょっと一個持ってるといいよね、はい、で、このゆこれね、はい、これね、これね、はい、こっちしにくいでしょう、はい、この位置が正しいんだよ、あ、かなりニュニュニュっとするとこっち歪んでんだよね、はい、こっちすごく行きやすい、これを変えてあげるとここの歪みが取れて、ここのここへ来てる部分もかなり改善するので、はい、と思います、はい、返事だけだもんね、やります、ほんと、はい、妖怪体操できる、あれできないです、私あの時まだあの学生だった、はい、はい、ゆっくりと、まだだよ、まだ終わってないよ上向きになっていただきます、これは取っちゃいます、もうちょっと、これがまっすぐだって言うとこうだ、これまっすぐですか、はい、まっすぐですまっすぐですぐらい元から歪んでんだよ、普段の生活ではここまでは歪まないんだよな、と冷たいねすぐ耐え、ちょっと耐えて、いたたたと思って、ぐちょ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 、笑ってよ。痛いか？痛くはない。
おっさんがやると喜ぶツボ。これ何のツボですか。ふふふっていうツボ。ああごめんなさい。こっちの方が痛くてこっちの方がくすぐったいぐらいでしょう、はい、要は片っぽの血流が差異はあります、差がありますよということなんだ。両方痛いなら両方痛い方がいいんだ。あつぶって。このまま小顔をやるよという時に、顔も左右痛さ違うでしょう。はい、凝り方違うでしょう。骨盤から歪みが来てますよということ。
氷も左右一緒になると、30センチぐらい効果もんな。何そのもはーいみたいな。ちゃんと子供の話は最後まで聞いてあげないと。聞いちゃう。性格歪んじゃうよ。はい、ゆっくり起きてください。よいしょ。で、全体のほぐし終了で、最後に味噌で矯正をするのですが、はい、ちょっとその前に状態を見せてほしいのです。立っていただけますか。いっぱい気になるところがあるんだけどな。ちょっと足を開いてギュッと回してみて、手当ててギュッ、はい、反対。俺の方がパクパク言ってるな。だけど違うでしょ。そうですね。ドン。うん、じゃあこうしてギュッ、こうしてやりやすさが違うでしょ。これが歪みだ。こっちはしにくいでしょ。ここで突っかかってそっちはスッと行くでしょ。いつもこういう風になっちゃってるのね。もともとそれでそうなったんじゃなくて、歪んでるからそうなるんだよね。でまずここを意識してあげてほしい。そうすることで変わってくるから、無意識の部分も意識の部分も変わってくるん で、まあ、よく言うのは足を組まないこと、まあ、多分あなた気をつけてるな。そうは言っても組んじゃうので、組んでたら逆へ逆、はい、カバンは両方で持つように、パソコンは正面で打つように、もうちょっと足開いて体前に倒してください。腰痛くないですか。大丈夫です。はい、戻して後ろ。痛くない。大丈夫です。はい、首を回してください。大きくゆっくりしっかり。反対。突っ張ったり引っかかったりする感じは特に、なんかいつも嘘をつけ嘘を、はい、前倒してぐるぐるぐる、ゆっくりゆっくりゆっくり逃げたか。ここで引っかかってるでしょ。でまだダメダメダメ、後ろ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 。普通の人このぐらい回るの。そうなんです。でここも前倒してくると、おにょ、あっ、普段もこういうふうによく回して、で、引っかかるなんて、はい、やってやってやって、で、手を置いて、全く色気がないな。はい、反対。そう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 。で、首もそう、引っかかってるなと思ってほしい。そうするとその歪み変わってくるし、そこが柔らかくなってくるから、これ大事ね。では矯正します。ベッドの上、向こう向きで正座をしてください。歪むんだよね。足の指、親指だけさっき見て、ちょっとちょんと重ねて、無理してまっすぐしなくていいよ。でもさっきより減りました。うん、まあやってるからね。ちょっと後屈すんだよな。なんか円に変えてよ。うん、まあいいや、いくぞ。首の後ろで手を組んで、よいしょ、肘を閉じて、大きく息を吸って、捨て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 、うん、はい、吐いて、はい、もう一度大きく息を吸って、吸ってグーッと、吸ってグーッとグーッとグーッと、はい、吐いて、はい、後ろへ、ふい、はい、上向きでゴロッと寝てください。痛っ。
手を下ろして横向いて力抜いて抜いてそう力抜いて抜いてうん力入った、はい抜いて怖がるな、もう諦めろ、キャードン。もう帰りたいと思ってももうすぐ終わるわ。はい、頭上げて、はい、下ろして、キャーニョーン、力抜いてニョーン、もう一回よいしょ向こう向きで横向いて、冷たい。はい、うつ伏せです。はい、ゆっくり起きて足を出して座ってください。来てドン、僕の手を持って、おいおいおい、足を後ろにドン、勢いよくドン、はい反対、もう一丁、はい下がって、足を開いて、そんな逃げてから逃げたよね、体前倒してください。腰痛くないですか？大丈夫。さっきより曲がりやすいの分かる？分かります。もうちょっと喜んで分かります。もういい、もう、うつ伏せ、ああ後ろ後ろ、うん、さっきより随分やる、回してみて、はい反対、あめっちゃやりやすい。そうだよね。まあでもね、よく言うんだけど、こっからやりたいぐらいな感じ。今からね。だけど今からやったらやりすぎなんだよ。首回して。首変わってねえな。はい、反対。変わっても眠くなるの。痛くない？痛くない。ちょっとおまけだ。座って。
本当はここから骨盤矯正とか小顔矯正とかってやると変わりますよ、うん、だけど、まあ、またの機会すると変わるから言ったこと全部やって、はい、向こう向きで座って首前倒して一回回してみて。あ、回りやすいです。説得力ないな。全然回って、ちゃんちょっと背中伸ばして、で回してごらん、しっかり大きく。うん、はい、反対。どう？回りやすい。うん。本当に今からやりたい感じ。ここまだ回ってない。で、変わるから、はい、まあ、言ったことまず気をつけて。で、ベルトもしといた方がいいかなというふうには思いました。はい。はい、今日はここまでです。ありがとうございます。はーい。よくぶつけたり、あの、よくありますでしょう。それは、あの、ずれてるからなんだよ。本人はまっすぐ行ってるつもりなんだけど、0.9 歩なんだよ。なもんで、よく言うんだけど、あの横断歩道の白いところで引っかかるぐらいな感じだね。あ、で本当にそういう風に人はーって言うんだよ。で それはあなたがおちょこちょいなんじゃなくて、ず来てないんだよ。来て、はい、はい。今日の施術はいかがでしたか？すごい体が楽になりました。なんか逃げるよね。逃げない。逃げるよね。かなり歪んでいました。もともと歪みがあるのか何か原因があるのかちょっとまだ分かんなかったですけれども、もうちょっと冷えてない状態とか、もうちょっと今からやるとまたぐっと変わるけれども、一度にあんまりやりすぎるといけないので、まあこのぐらいに今日はしておきます。また来ます。本当？今の動画見ていいなと思った人はグッドをグッドをお願いします。でこれやりたくないけど、あのいいなと思ったら YouTube 登録をチャンネル登録をやってよろしく、よろしくお願いします。あの頑張りますので今後ともよろしくお願いします。あの登録すると漏れなく彼女の秘密のインスタの鍵が取れる。いらない。いらない。ツイッターもなんか取れる。ない。です。よろしくお願いします。ちょ。まだあった。それでこれで締めないと。はい。それでは次の動画をお楽しみに。バイバイ。それでは次の動画をお楽しみに。バイバイ。次の頃には慣れてると思います。夜悪くてすいません。はい。